オルタマ派、オルタマ派は、アメリカ海軍の護衛空母、防具急行空母艦の一隻、艦名は、ジョージア州のオルタマ派側にちなんで命名された。オルタマ派は、海事委任契約の元ワシントン州タコマの、シアトルタコマ造船所で1941年12月19日に、寄港した、船体番号235、1942年5月25日に、 トーマス・エス・コムズ・プジンによって浸水し、1942年9月15日に JR 帝都艦長の指揮下収益した。短期の大焼け身に続いて、オルタマ派は10月27日に駆逐艦、ケンドリックと共にカリフォルニア州サンディエゴを出港した。巡航の途中、ケンドリックの乗組員が潜水艦を発見し、オルタマ派に向けて3発の魚雷を発射したと主張した。 しかしながらオルタマハの乗組員誰もが魚雷を見つけることはできなかった。巡航は平穏無事に継続し、オルタマハは10月31日にサンディエゴに到着した。その後、オルタマハは航空機と兵員を積み込み11月3日に船団と共に南西太平洋へ出港した。11月24日にエスピリトサントに到着し、積み荷の一部を陸揚げすると、 ニューカレドニアへ向かう。11月28日にヌーメアに到着し、パイロットの飛行訓練及び乗組員の訓練演習を行う。12月30日にエスピリトサントに帰還するが続けてフィジーへ向かい、1943年1月13日にナンディに到着、その後訓練に従事する。2月前半にオルタマハはフナフティ島に立ち寄り、 貨物と兵員を上陸させる。その後ハワイに向かい2月10日に、真珠湾に到着した。真珠湾で第11航空団の航空機と兵員を搭載すると2月19日にフィジーに向かう。2月28日にナンディに到着すると荷物を降ろし、ハワイへ帰還する。真珠湾で短期間停泊した後、オルタマハは3月9日に、 太平洋艦隊へ向けての補充の航空機を運搬する。3月15日にパルミラ艦章で昇休止し、3月17日にジョンストン島で海兵隊航空団を上陸させる。3日後にミッドウェイ島に立ち寄り、ハワイへ向けて帰還する。3月23日まで真珠湾に停泊し、アメリカ西海岸へ向かう。オルタマ派は4月1日に、 サンディエゴに到着し、3ヶ月半の期間をカリフォルニア沖での飛行訓練に費やす。7月13日にアラメダに到着し、アラメダ海軍航空基地で航空機を積み込む。3日後にオーストラリアに向かい、8月3日にブリスベインに到着する。フリーマントルを10日間訪問し、8月16日にインドへ向けて出港、8月28日に カラチに到着し、陸軍の航空機を29機送り届ける。9月2日にキロにつき、オーストラリアに向かう。9月18日にメルボルンに到着し、3日間の検査、補修の後アメリカ西海岸へ向かう。10月8日にオーバーホールのため、カリフォルニア州バレーオのメアアイランド海軍交渉に入る。オルタマ派は11月8日に大やけ身に出港し、 アラメダで補充の航空機を積み込むと11月13日にブリスベーンへ出港した。11月30日にブリスベーンに到着し積みに下ろすと12月4日にキロに着く。12月21日にサンディエゴへ到着すると空母認証訓練と補修を行う。オルタマハは1944年3月22日に真珠湾に向けて出港する。 3月28日に到着し、そこからマーシャル諸島300マイル東方の作戦活動水域に第6混成航空団を輸送する。オルタマ派は、新珠湾とマーシャル諸島を結ぶ輸送航路での日本軍潜水艦に対する戦闘部隊である第11.1任務軍の核となり、3月30日に4隻の護衛駆逐艦と共にハワイを出港する。 部隊は4月3日に作戦海域に到着し、最初の警戒巡航を行った。部隊は2隻の敵戦水艦と遭遇したが、どちらにも損害を与えることはできなかった。任務軍は4月8日にマジュロ艦章に到着し、護衛駆逐艦が燃料を補給した。新たな任務を受けた部隊は4月11日に出航する。4月14日1400の地点で、 オルタマ派は E36 に発見され追尾される。15日1830、攻撃地点に移動した E36 は、オルタマ派が関西域を収容するために風上に向かって航行しているのを確認。その時、駆逐艦一隻が E36 の方向へ転出してきたため、E36 は200メートルの距離で魚雷6本を発射し、推進30メートルの位置へ先行。 2分10秒後、2回の爆発音を聴取した。1844、オルタマハは2本から4本の魚雷の雷石を発見し、重火じいっぱいと、機関全速で回避を行った。1分後、魚雷2本が、右辺横を通過していった。護衛部隊は、イ36を捜索したが、見つけることはなかった。その後は、何事もなく、 第11.1任務軍は4月18日に任務を解かれ、真珠湾に向かう。ハワイ海域での短期の維持作業に続き、オルタマ派は5月上旬にマジュドに帰還し、その後マーシャル諸島で対潜水艦護衛任務を行った後、5月11日に真珠湾に到着した。ハワイで2日間停泊した後、オルタマ派はアメリカ西海岸に進み、 5月18日に、アラメダに到着する。修理と改修を行うため、ユナイテッドエンジニアリング社の造船所に入り、作業が完了すると5月31日に、作戦活動を再開、ハワイに向けて航空機と予備部品を運搬する。新珠湾で積み荷を下ろすと、オルタマハは、アラメダに帰還する。その後6月19日、サンディエゴに到着し、2日間にわたって、 兵員と機材を積み込み、6月21日にカリフォルニアを出港し、ニューヘブリーズ諸島に向かう。7月7日にエスピリトサントに到着し積み荷を下ろすと7月12日にニューギニアのモロゲに向かい、7月16日に到着する。その後ランゲマク、ゼイヤドラーワン、マヌストを訪れ、7月25日にエスピリトサントに帰還する。その後オルタマハは、 再びニューヘブリディーズ諸島への巡航を行い、ゼイアドラー湾とかダルカナル島を訪れる。8月10日にニューヘブリディーズ諸島を出港し、ハワイに向かう。オルタマハは、新珠湾で2日間停泊し、その後サンディエゴへ向かう。サンディエゴで4日間を過ごした後、新珠湾に戻り、9月8日にハワイを出港、エミラウ島とゼイアドラー湾を訪れ、10月6日に、 サンディエゴに帰還した。その後3週間を同海域での訓練で過ごし、10月26日に再び西への巡航を開始する。新珠湾での3日間の停泊後、オルタマハは補充航空機とパイロットをエニウェトクへ輸送する。10月15日にウルシー艦渉に到着し、同水域で12月14日まで飛行訓練を行った後、 第3艦隊の補給海域に向かう。12月16日、オルタマハはフィリピン海で第30.8任務軍に合流。翌日駆逐艦部キャナンにパイロットを移乗させるが、降天により作業は中断した。12月18日の早朝、猛烈な台風に遭遇。9時までに、オルタマハは20度から30度もの傾きを生ずるほど荒波に揺られる。1時間後に、 視界はゼロとなり、艦は姿勢維持の努力を放棄した。オルタマ派の搭載していた航空機の2分の1が破壊される河川外に落下する化した。さらに前方エレベーター部分は浸水し始めた。16時までに天候は回復し、艦の状態も回復した。オルタマ派はすぐに第30.8任務軍の艦と合流した。オルタマ派は相当の被害が生じたが、 兵員の損害はなく、12月19日に新たに補給任務を再開することができた。オルタマ派は補給部隊と共に任務を1945年2月まで継続した。その間にフィリピン海域の第三艦隊の艦艇と共に活動を行い、グアム、マヌス島、ブルシー艦省で港湾訪問を行った。2月15日に真珠湾に到着する。 オルタマハは、西海岸へ向けて巡航し、2月26日に、アラメダに到着した。その後3月3日にハンターズポイント海軍交渉で、信頼性試験を開始し、この間に、カンドックで、水戦下の定期補修作業と、台風で損傷したスクリューの修理を受ける。3月14日に作業は、完了、航空機、弾薬及び、補給物資を積み込み、新自湾へ向かう。 対戦も終盤に近づくと、オルタマハは、アラメダ、サンディエゴ、シンジュワンから、太平洋の各地へ、運搬作業を行う。グアム、サイパン、エニウェトク、コソル水道、サマール島などに停泊した。8月15日に、日本が降伏し、オルタマハは、西海岸駅間、ハンターズポイント海軍交渉で補修とオーバーホールを受ける。10月半ばに大を行い、 22日に真珠湾へ向かう。その後マジックカーペット作戦に割り当てられたオルタマハは、兵員及び機材を太平洋からアメリカ本土へ輸送した。1946年1月15日、オルタマハはワシントン州タコマに向かう。同地で不活性化の準備に入り、9月27日に予備役となる。百五十五年六月十二日に k、k 十八 護衛兵力母に艦視変更され、1959年3月1日に除籍される。1961年4月25日にニューヨークのアイゼンベルク社に売却され、同年末に日本でスクラップとして廃棄された。オルタマ派は第二次世界大戦の先行で1個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。